はい、どうも皆様、家紀夫でございます。本日も、お手軽なのに本格的なのにお手軽なクッキングやっていこうと思っております。このセリフいつぶり、クッキングとかいつぶりよ今日はね、これなのよ。このね、トルティーヤチップスをね、この前 iHerb で買ったので、まあなんで買ったかというと、もちろんこれをトルティーヤチップス自体がね、好きだから食べたかったのちょっと待って、食べたかったんだけど、さらに何が食べたかったかというと、これよ、これもうの乗ってるでしょ。これもね、後ろにもあるのよ、ほら、これね、アボカドのディップみたいなやつ。このね、絶対こういうのあるでしょ、メキシカ行ったらさ。このね、これをちょっと作ってみようと思って。ワカモレっていうらしいんだけどね、アボカドディップのワカモレを今日ちょっと作って、トルティアチップスと一緒に食べて、メキシカンな風を感じようかなと思っておりますので、本日はワカモレ作っていきたいと思います。いきましょう、レッツアボカド。さあ、じゃあ作っていこうということで、まあ、材料はね、超簡単、こちらよ。まあ、ガーリック、トマトで、ライム。これレモンでもいいらしいんだけど、ライムの方が本格的になりそうなので、ライム選んだ。で、主役のアボカドと、タオニーか。で、あと塩コショウとか作るんだけど、まあ、これで全然できちゃう。ので、簡単らしいので、あ、ちなみに僕、初めて作ります。見よう見まねでいきますので、やっていこうと思います。俺、まあ、トマト洗うか、とりあえず。よし。ベジワーシュ。イエス。シュッシュッシュッ、あーいしょっそってるっていーす。ボカド1個だから、玉ねぎはこの大きさなんで4分の1ぐらいでいいかなと思っております。ダイス状にするので、ダイス状っていうのは、あ、ちょっと、まだ手が曲がっていく、いや、不器用さが出るな。よし、で、これ、そっか、まな板の下に何も敷いてないから滑っていくな。まあいいや、ギャリック半分ぐらい、これでかいな、半分ぐらいにしよう。半分でいいか。
あれちょっと硬いな。これちょっと硬いぞ。まなが消えちゃった。なんかあまり喋らないって思ってるみんな。なんかクッキングの時さ、俺結構喋ってた時もあったんだけどさ、なんか喋りながらやるのに、なんかちょっと今そのやり方忘れちゃった。集中しちゃった、クッキングに。クッキングって言ったら別に物切ってるだけなんだけどさ。いやね、いや、もともとあれなのよ、あのあれあれ、メキシカンが俺結構好きなんだよね。好きなんだけど、あんまり食べに行ったりとか最近してない。でもなんかメキシコ料理とか、まあ、あのタコスとか、あれこのトルティーヤとかもすごい好きだし、サルサとかね、若者もすごい好きだから、まあ、いつかやりたいなと思ってたんだけど、ちょっとタイミングがね、今回ちょっともうやったろってことで。そう、高校生の時に、高校3年ぐらいかな、なんかメキシコ料理屋さんね、連れてってもらったのよ、両親にね。でそれで食べた時に、あ、うまいなっつって、メキシコ料理ってうまいんだなって言って、で昔アボカド嫌いだったんだけど、そう、好きになってね、高校半ばぐらいの時に。でそっからもう虜よ、虜、メキシコ料理の虜ですよ。の割には初めて作るってこれどういうことって話だけどね。よいしょ、少し硬かったかなアボカド。まあでもまあまあ大丈夫でしょう。アボカドもね、そのタイミングというかいい状態の時がなんかなかなか。よいしょ、よし、 OK。それでライム、ライムはね、どのぐらいなんだろう、半分ぐらいちょっと入れてみようかな。果汁、あのこれライムによってもさ、果汁がどれぐらい出るかとかさあるよね。全然果汁出ないライムとかあるんじゃん、意外と。あ、なんか癖で落としちゃった端。押さなくてもいいんだよ別に。少ないかな半分じゃ。どうなんだろう。いや、ライムの香りっていいよね、すげえ。なんかつかライム自体も、よいしょ、超久しぶりに買ったな。足らんかな半分。若干1個使う、1個使う、います、います、1個いきます、1個使う、1個使っちゃおう。よしよしよし、ここだけ落とすか。変わった。あまり果汁が、あ、出てるかいし。よいしょーい、スクイーザーでやっちゃえばいいんだけど、このままいいんだ。よーし、はい、なんか男の料理っぽくなってきた、きたぞこれ。よいしょ、さあこれ粒かてえ、ちょっとかてえな、アボカドさん、ちょっと硬かったか。潰れんのかこれ本当に。いや、ちょっと、まあ、ちょっと頑張るか。危ねえ。ダンス、ダンスイングした、ダンスイング、レッツダンスイング、レッツダンスだ、プリンス、プリンス、レッツダンスしよう。ダメだ、硬いな。いやでもさ、アボカドのディップ若盛りやりたい時にさ、アボカド硬いって致命的だよね。これ本当、まあまあでもいける気がする。なんかちょっとずつね、来てる来てる。よし、
なんかレシピによってはあのパクチーを入れるのもね結構あったんだけど、ちょっと入れようかなと思ったんだけどちょっと高くてなんかパクチーとかさすごい安い時と高い時あるんだよね。あれ何なんだろう、すごいな、100円ぐらい手に入る時もあれば、今日ねなんかニッキュッパとかねちょっと高い、なんで今日なし。まあお好みで多分入れても美味しくいただけると思いますよ。ちょっとこれ疲れてきたな。よし、いい感じになってきたね。どのぐらいかな、なんかこれも多分好き好きなんだろうね。ちょっとなんか残ってた方がいい時もあるし、もっと潰してかなりペースト状にしちゃってもいいんだろうけど、これなんかいい感じな気がするな。よいしょ。そしたらお塩を入れようか。よいしょ。火が作れた。様子見かな、小さじ2分の1ぐらいちょっと入れとこうか。よしよし、あとは全部入れて混ぜます。トマト、ほいと、玉ねぎ、オニオン、ちょっと大きかったかな、ギャーリック、よいしょ。香りがする、わーお、めっちゃうまそうじゃん。よし、うわすごい、アボカド足んなかったトマトが強いな。まあいいや、これもまあいいでしょう。うまっ。あのちょっともうちょい塩あるか、もうちょっとだけ塩振って、そしてペッパーを最後ガリガリと。これもなんかお好みっぽい、やってないレシピもあったわ。なんとなく俺は振りたくなったんで、ペッパーもやって、よしよし、これでもう完成よ。いいね、いいよ、ふう、完成。盛り付けるか。まずこっちね、フードシュートテイストグッドさんのマルチグレイントルティーヤ、イエス。そんでこれよ、このブルートルティーヤ、よし、これうまいんだよね。よしよし、いい感じだけど、あっとっと、いよっしゃい、できた、完成しました。まあ簡単だね、全然簡単作るのは。よし、ちょっと2つ食べてみよう。こっちからちょっと1回かな、ディープして、よいしょ、イエス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 、ちょっと待って、イエスイエス、そういうこと、そういうこと、くぅ、いただきます。めっちゃうまいでこれこれこれうまいわ。ちょっとわ、あかんあかんあかん、これあれや、あれあれや、あれが強いや、これよ、ビールでしょ。これだ、あかんあかん、飲まんとダメだ、飲まないと、飲まないと逆に怒られる。じゃあこれね、パラダイスビアファクトリーっていうね、鹿島のビールなんですよ。鹿島で作ってる方がいて、でこれ結構有名で、飲んでみたいなと思った時にこの前鹿島さんが買ってきてくれて、鹿島さんありがとうございます。これがいいビールなのよマジで。これなんだ、これベルジャンホワイトエールだから結構さっぱりした感じだけど香りが高いみたいな感じで見えるかな。よし、じゃあ失礼します。乾杯。いい香り。めっちゃうまい。ここのビールすごい味がしっかりして濃くて美味しいんだよね。あ、これうまっ。ちょ、ちょ、はい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 、今度はブルブルのブルのブルの、よし、あー、ちょっといっぱい、いいや、いっちゃ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 い、いきます、いきます。
ビールの方は飲んだ気がするけど今1枚に対してビールの量がすげえ多くなっちゃった。いや、うまこれちょっとやばい、この組み合わせ。一応ね、これ今2種類出したじゃん。で、どっちが合うかなみたいな、そういうのを今試そうかなと思ったんだけど、忘れてビール飲んじゃったからさいや、どっちも美味しかったけど、だこっちの方がやっぱりこの合うような気がした、アボカドディップには。でもこれも美味しいんだけど、これはこのね、トルティア自体のなんか美味しさ、香ばしさも強いから、こっちの方が合うような気がしたね。まあでもどっちも美味しいんだけど、うまくできました。非常にまあ簡単だからね、多分誰でも作れると思うんで、もしこういった多分このトルティアとかね、トルティアあんまみんな買わない、でもなんかこのつけたい、何かつけたい、クラッカーでも何もつけたいって時はアボカドディップぜひやってみて、めっちゃうまい。そして何よりビールにやっぱ合うんです、最高。よし、飲んだくれるぞ今日はこれではい、ということでこちら作ってこれで食べたっていう、それだけの動画だけど非常にうまくできました。美味しかったです。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ゆきおでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃあね、バイバイ。